まずこの資料に入る前にやはり確認をしておきたいことは、この教科書の是正要求という動きがそのこの間のその安倍政権の大きな教育改革に、まあ、正しくは今改悪になると思うんですけれども、その流れにあるその方向性は基本的に教育内容に政治が介入をし、国が管理強化をする、教育を管理強化をするという大きな流れの中にやっぱりあるということを私たちがやっぱ確認しておく必要があるだろうと思っています。で、この、武富町の問題と前後をしまして、実際に教科書で申しますと、領土について自国の領土と書きなさいというような指導要領の解説の改定がございました。また教科書の決め方についても、改定をされまして、一定国のこの間矛盾だと言われたことについても、まあ、できる簡単に言いますと教育委員会の裁量権を制限するような方向で改正がなされました。で、大きいのは教育委員会改革ということで、より教育庁 と市長や行政部局との結びつきを強める形で、教育委員会をコントロールしやすくする、そのような、法案になろうとしております。ですので、その間あの東京をはじめさまざまなところで高校の教科書採択に関してイチャモンをつけていく、議会が取り上げてそれをもとに、まあ教育委員会が、まあ、なんていうんですか、校長にこの許可を取ってくれるなというような電話をするというような事態まで今発展しておりますので、なかなかあの教育現場は厳しい状況ではあるんですけれども、大きな流れの中でもうとにかく教育っていうものを管理統制しようというあの動きが具体的な法案としても数々出てきて、その中で、国に、まあ、唯一歯向かっているといいますか抵抗している竹富町というのはまさに統括するあのもう目玉というか、これを潰さない限り面目が立たないというような状態にあるのかなと思います。その中であの本当に竹富町教育委員会というのはこの間の議論の経過、そして一つ一つあの子どものこと、教育現場のことをあの大事にしながら、行政運営を進めてきたという点では、本当にあの、まあ、教育委員会制度のいい面を体現をしているなと思っています。ですので、だから私たちはその単純に目の前のこの竹富町をどうするかという、取り組みだけではなく、この安倍政権とどう私たちは対峙していくのか、この教育の流れにどう対峙していくのか、それは沖縄の課題で言えば、もう基地から自衛隊入るから全てつながっている問題ですので、そこも含めてどのようにこう政権と私たちの関係というのをこう考えていくのかということを再度ですね、やはりこう考えておきたいなと思っていることです。ちょっとそういう前置きをさせていただきまして、中身に入っていきたいと思います。特にまあ問題点という指摘はあの必要ないかと思いますけれども、私のちょっと書いた文章をもとに、お話をさせていただきたいなと思います。ページを何枚かめくっていただきまして、14ページと書いてあるところをご覧ください。あまりテレビがある中でこんな話をすると大変かもしれませんが、新聞に書いてあるのでいいかと思いますが、あのこの問題に対する私の見解としては、放っておくが結論です。いわゆるこの、あの文部科学省がやってきたことっていうのは地方自治法という法律に基づいて是正要求ということになりました。本来教育行政の問題であれば地方教育行政法に基づいて是正指導がされるべき問題であります。しかし地方教育行政法は著しく教育現場に混乱とか不利益が生じている場合に限られております。
それをできなかったということは、教育現場には当然混乱も何もないわけです。また著しく児童生徒、あ、これは生徒ですが、子どもたちが